良かったですよ。本当ですか。うん、大きい鉄板、意外と本で見たものよりちっちゃい。そうそうそう、感じがしました。大きいけど。大きいけど違いましたね。はい。思ったより違います。そうですね。中すごかったです。そうです。綺麗でした。そうです。वन टाइम दो घंटे लग जाते हैं पूरे, क्या जितना मर्जी पास कर लो आप ना, दो घंटे लग जाते हैं पूरे। दिखाने के लिए चीज हुआ है तो क्या करो, मेन चीज तो यही है तो क्या करो। मैं ऐसे जल्दी वजह काम नहीं करता।
石をはもぐんであります、ね、大理石じゃなくて石がはもぐんであります、ね、はい、だからこれ外れてますね。そうそう、外れてますね。それまあ、あのこの石の周りの4ミリの青色の、はい、これも8センチ作りません。中に入るのは2つのものがありますね、はい、1つはこれです、中に入るの、はい、もう1つは中に入って向こうにありますね、はい、あのものはね、普通の人々の中に入るものです、はい、これは王様の行きたり来たりのものです。専用のものです。専用のもの。ここも青色の大量がはもぐんでありますね、はい、上のは砂岩で作っています。すごく綺麗。ここで行きたり来たりするの時はね、はい、お前の手を触らない、お前に乗って行きたり来たりするのがすごい響く、はい、あ、カッポ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 。
この石灰さんのマークです。はい。はい。これヘリテージ。はい。これインドの。はい。これは大阪様の。はい。博物館の中に見たじゃないですか。はい、見ました。見ました。そうです。この油状を作るために90年ぐらいかかりました。90年。はい。全部そう全部見えるとこ次の次の様によって、はい、3番目のアグバルという様によって始まりました。あ周りのずっと地域は、はい、3番目のアグバルという様によって始まりました、はいですね、中にあのサージャハという様によって作られたものと、はい、あのジャーゲルという様によって作られたものもありますね、はい、3人の様によって作っていますこれ、はい、でアグバルという様とジャーゲルという様とサージャハという様そう向こう側の方にご覧になるとね、はい、あれがジャハギール宮殿と言われます。ジャハギール宮殿、はい、あのムガル殿の4番目の王様の宮殿、はい、最初はここでヒンズー教の王様によって作った大きなお城があったんです、はい、でそう大体1558年ぐらいにあの3番目のアクバルという王様はここに来て、はいヒンズー教の様によって作ったお城を壊して自分の首都になるためにここで大きなお城を作ったんです。とここはディワネアンとディワネ数がありまして大切な会議する場所とこっちの人々のお願いする場所があります、はい、と着物はこれ先入ったもんで、はい、の向こうのもの今入った、はい、あのこっちの人々の中に入るものです、はいこの辺の普通の人の人のお願いをする場所があるから、はい、その人々はその時中に外から中に入って、はい、外に集まって、はい、王様と自分のお願いすることを言って、はい、そこから帰りました。王様の門から入ってきたんですね。そうそう。一つ石を削って作れます。何ですかこれは。これはお風呂。お風呂。はい。昔は中にあったんです。飾りするためにここに出してる。これ中に階段もあります。あ、はい。あります。あ、登ってみてください。ここ。登ってみて。暑いけど。入ってもいいんですか。ここから登ってみてください。入っても大丈夫ですか。はい大丈夫。これを下げてください。川を浴びてみたいな感じさせる。あ、はい、入らないでください。ここまでだけです。おお、大きいお風呂。ちょっとね、ここからちょっと登る。ちょっと置いてください。ここから登って、中じゃなくて外。はい。ここだけ登って。ここです。ここからちょっと登って、登ってください。
ここはね、あのジャギールという宮殿と言われています。はい、ジャギールという様の宮殿の4代目の王様の宮殿ですね。はい、そう、ここはね、ウガル帝国の3番目の、はい、アグガルという王様の3つの、はい、あの六歳様の3人もいたんですね。そう、その中で一人ヒンズー教、一人イスラム教、一人クリスト教、一番大好きだったのはヒンズー教のお子さんでした。はい、そう、ヒンズー教のお子さんから一番初めの娘さん、はい、息子さん生まれたから、はい、息子さん生まれたから大好きだったんです。はい、ああ、そうですか。はい、だから、そう、あの生まれた息子さんは4代目の王様です。はい、名前はジャギール。ジャギール。だからここであのジャギールという宮殿を作ったんで、自分のお母さんのためにお寺も作ったんです。はい、ここあ、はい、その後はここであのダイニングホールと、はい、ベッドの部屋があります。はい、これがベッドの部屋です。ね、あ、これが私はね、あの重いあの絨毯がかく、はい、かけたんです。重い絨毯です。ドアの代わりに。そのあとこの模様を見ればね、すごい細かいです。はい、削ってありますね。はい、そう、向こうのは同じ形で作ってますけど、はい、なんかダイニングホールと言われてます、はい、ちょっと違うものはね、はい、もしあのここから見ればね、この周りにあのガレリーもありますね、はい、歩くのドアがこっちからあります、はい、ドアがこっちから、はい、こっちからこっちにありますね、はい、すぐ回るためなんですね、すぐ回ってあのあの昔の電話とかなかったので、はい、そういうものを大きくするために、はい、なんと日本語で何と言う、何としよう、モーニングコール、何と言えば日本語で、モーニングコール、はい、何と言えば日本語で、モーニングコール、一般しようと言えば、呼びはモーニングコールするために、はい、足飾り物、あの女の子はね、はい、足飾り物をつけて、はい、ここから走って回って外に出たの音から王様と王様が起きました、はい、そういうことでした、ね。でも向こうから見れば両側はないです、はい、ここから見れば両側にあります。でもしもし向こうから見れば両側はガイビーがあります、はい、模様は大体同じです、はい、ね、こっち、中に入って誘ってもらうと大丈夫ですけども、はい、昔は、ね、ここでいっぱい女の子はここで踊りを踊りました、はい、みんな王様たちは上からここで上から見ました王様たち。そう、なんか写真とか撮りたいと、はい、中に入って写真撮ってください、はい、この模様の、はい、この後は中に入ります、はい、
こっちもあったんですけど、削れた、はい、ここは水たまるだもんね、中に入られない水、はい、汚い水とか雨の水とか全部はこっちに溜まって、はい、ちっちゃい出るから外に出ちゃった。ここは窓があります。ずっと、はい、全部窓がいい風が入るためなんです。はい、ここから外側の見ると、アジメルが見えます。おこれすごい、この排水がちゃんとされてるっていうのがすごいですね。そうですね。そういっぱい窓があります。はい、が入るために、はい、いっぱいが窓があるから、はい、そう風が吸うところで風が入るから、ここは。いい風が入る建物は風の部屋。涼しいですね。そうですね。1枚撮ってもらえますか。これ後ろで。によって作ったのでサージャーニー宮殿と言われています、はい、別の名前は秘密の部屋とも言われています。秘密の部屋の意味は上にお願いします。はい、ご覧になるんでください、はい、上は窓があります。でも窓は見えないです、はい、見えない。これは窓がありますけど窓は見えないですね。わざと見えなくて。ちょっとここに待ってください。はい、おでも中から開いてる。ご覧になってください中で。はい、
はい、そうですね。これは何のために？これはね、風が入るために。あ、その時にも閉まってた、はい、秘密のこと時はね、はい、全部閉まってた。で、そう、それは暑いんで、いい暑いだからいい風が入るために、はい、こういう形で、はい、窓が作った。誰も分からなかったんで、外から。それで秘密の。秘密事はしてたんですね。ワルデイの5代目のサージャマの2人娘さんもいました、はいはい、それは2人の娘さんのために別々の宮殿を作った。シータの娘さんのためにこれを作った。はい、砂岩の上にセメントを塗っていました。同じ形と同じ高さの建物はこの次の建物の次になった、はい、向こう側に。あ、向こう側に。これ向こうから見ると大正。池があったんです、はい、水の問題があったから、はい、あの庭になりました。あ、王様は真ん中から魚を取ったんです、はい、池で。あ、いっぱい魚がおりましたんです、はい、そう。もしここから見ると対象、左と右は同じ建物だったんですけど、うん、その左の建物は上の娘さんの宮殿です、はい、大理石ですから、はい、真ん中の建物は王様とおきさぎ様の泊まる場所です。で、妹さん真っ白大理石で作っています。中に入って、あ、はい、なんか形が見えます。宝石がはも込んであります、はい、ずっと宝石があります、はい、でもイギリスはでも取られちゃったんです。
その人々はそれから中に入って外に集まって、はい、それは王様の椅子は高いところにあったの、上上に。下のはあの総理大臣の椅子です。はい、そこから中はあの偉い人々がいました。はい、その人々は一回一回中に入って、はい、自分の質問なんかのことを言って、はい、そこから聞いてます。その人々のお願いする場所があります。謁見の場所ですね。はい、大きいな。そうですね。王様の高いところね、はい、王様の椅子が高いところにあったんです、はい、聞いたのはあの総理大臣の、はい、みんなのあのなんかの偉い人々がここに集まったんですね、はい、普通の人々はねあの普通の門から中に入って、はい、外に集まって、はい、中に入って、はい、王様の門から、はい、あこんな 前で見来れたんですか、入ることができました。あ最初のお願いします。お願いします。あいっぱいあるの柱はね、はい、大王様はねよく見えるように作られたんです。王様はそこに座ってよく見えた、どこでも、はい、ふーっと見えたんです。こ、はい、ういう形で作られたんです。そのためにそのためにはいはい。でも柱がないと建物はできないです ね、 そうですね。でもこういう見てないとどこでも見えるようにこの柱が作られたんです、うん。じゃあどうぞ。はい、お願いします。向こうからねすごい写真撮るポイントです。はい、はい、ですけど外国人のお墓です。はい、イギリス人のお墓ですね。あ、この関わってる人ですか。ここ建築とかに関わってる人ですか。そうそうそう、建築はかかってるんですけど、あ、はい、あのムガル台はこのアゴラでなんかところで試合した時、はい、全体のでイギリスも試合してたんです。あ、その時はねいい仕事をしましたから、はい、あ、それを作って差し上げました。いるし、はい、
あ、いいですね、これ。ありがとう。はい、撮りました。やっぱりいい写真がありました。あ、すごくいい。